そして我が国の日本書紀神宮皇后記の神宮39年、大祭土の富井ですので、これは間違いなく239年なんですが、そこに義士に曰くとありまして、同じように明帝の慶初3年6月和の上ということで同じようなことが書いてあります。で、細かいことですが、この日本書紀の変者が取り上げたこの義士の中には、一部ですが、ここの大衆は当家になっておりますね。勝地本義士和人年はここ劉家でございますね。名字も違うんですね。それからここに、ケイトの後にここにケイトなりと、なりの字がこと増字になっておりますね。それから細かいことですが、これは日本書紀の変者が加えたものかどうかわからないんですが、慶初3年6月とありますけども、慶初3年正月に1月に明帝は崩御しております。したがってこの慶初3年6月の時点では明帝の子ですになりますかね、西王鳳がもう即位しているかと思われます。まあ、そういう面白さもいろいろあるんですが、まあ、とにかく結論からいきまして、合議両国との関係、卑弥呼さん実はありましたよと。それから勝地本はやっぱり誤植が多い、こういったことが各版本から見えてくるわけでございますね。それで私が言いますところの当時の御恩、失われた御恩でいくと、大和国への航路ということで、240年義の使いが大和国に来たんだと私は言うとるわけです。で、原文は少子元年ですね。大使九巡、それから帝春らですね、少将印字を報じ大和の国和国に至るとあります。で、この和の字は、我が国の漢和字で引けばすぐ出てきますが、訓読みが大和です。だからこれもやっぱり大和と読むべきだと考えております。そして、第一部でもありましたように、万葉仮名ではこの大、それから本来イである略字の大、これは共に、万葉集、それから、古事記日本書紀に使われている万葉仮名としては明らかにとでありますね。これは日本の万葉集の学者さんたち、あるいは古事記日本書紀の学者さんたちが一様にやっぱりとだと言っております。これは中国の漢字の華奢という用法にあたりますね。で、それらから、一応ここに、私の地図書いてありますが、これちょっとここ間違いになってきましたね。洛朗郡境ですから、境ですから、この辺りですね。この辺りに最初、御漢所の、和人たちは行ってたみたいですね。だから大砲軍との間が1300里ありますよということになります。で、魏の時代は明らかに大砲軍から出ていますので、ここからですね、ここから1300里の差を含んだまま、ここは松の国橋は書いてありませんが、大和国に来るわけでございますね。途中クヤカン国、対馬国、壱岐国、そして松の国と、私はもう松の国を、こっちの佐賀県ではなくてこっちの福岡県松の国にしてあります。さあ、その万葉仮名で少しやってみましょう。万葉仮名と、これは日本書紀です。ここに小言結びという紙が出てまいります。はい。で、これで中があります。で、これを小言結びと読むんだと、読み方が書いてあるわけですね。この大の字に対して読み方の万葉仮名にまたここに塔が使われてるわけです。だからこれやっぱり塔と読むべきでしょ。これがまず一つございますね。それからこれは有名な大和武尊の歌なんですが、慶光天皇記日本書紀では慶光天皇が読んだ歌になっておりますが、ここのとこです。大和は国のまほらま、たたなずく青柿、山こもれる山都市、うるはし、命のまたけん人はとありまして、これみんな大の字に草冠ついてるだけですね。苔という字ですね。
これやっぱり漢和辞典引くと鯛って書いてあるんですよ。ところが日本書紀のこの部分において、この有名な歌において、ヤマトのとの字ですよ。これヤマトのとの字ですよ。そして人のとの字もこうですね。はい、これが、非常に重要なところだろうと思います。鯛じゃありません、とです。しかも別の万葉柄で書いたヤマトのとです。はい、こういったものが、日本書紀の中に出てまいります。そしてこの複雑な難しい大の字、なんと平安時代に、作られた蜀日本後期の中に、実は有名な邪馬台の歌としてここに調歌が出てきます。この部分ですね。ここのところだけ大きくしました。でこれは群馬大学の先生が、講談社学術文庫でこの蜀日本後期の訳本を出していらっしゃいますが、この先生がこれを正しく、読み下しておりますね。日の本の大和の国をと、こういうふうにしっかりと読ませてあります。また字が一部変わります。しかしこのマダイ動きませんね。これを群馬大の先生は明らかに、長歌というのは五七で呼ばれますので、日の本の大和の国をと、こういうふうに五七でしっかりと読まれたわけですね。これもまた証拠の一つです。万葉仮名として大、これ大のちょっと意地ですね、大事ですね。山大の大はやっぱり平安時代の和歌に取られて、やっぱりとと読んでありますよということの、これが証でございますね。だから私は、山大国と書いて、大和国と、こうやって、言い続けてきたわけでありますね。さあ時代ちょっと飛ばします。先ほども出しましたけど、随所和国伝、本門は一応この字が入っていますので随所大国伝としておきます。でその中に先ほど言った、義士のいわゆる山大なるものなりという文句があった後に、実際に、大和の国への義士に言う大和の国への皇帝が書いてあります。でここに、くだらに渡り、行きて、地区土に至るがありますね。で南の方丹羅国を望み、対馬国を経て、遥か大海の中にありと、これ和国のことです。大和の国のことですね。でまた東して壱岐国に至り、そしてまた筑紫国に至るというのがありますね。さあこの皇帝図を、これは古田会の一人ですね、石田圭司さんという人が見事にこんな地図に書いてくれました。はい、まず、渡ります。くだらにこうですね。ここ大宝軍です、三国志の時代。はい、渡ります。字はこっちですね、三字つきますね、こっちはね。はい、渡ります。それから、海岸沿いに南下します。でこのちょうど角の部分が筑土、という、漢字で、韓国の地図を、追っかけていきます。ここに筑土、という地名が集中しておりますね。だここに至ります。でそれから今度はここで、海路こう行きますね。南に、丹羅国、多分チェジュ道でしょう、を望みです。だこう通りますね。そして対馬国を経て立ち寄ったかどうか分かりません。はい、そして、筑紫国に至るとあります。だこういう図でおおよそここの部分がほとんど魏志倭人伝と変わりませんね。変わりません。で最終地点が一つ出ております、筑紫国です。いいでしょう、ここで福岡で、はい、福岡市ですね。この辺りに来たんだろうと思われます。で、いわゆる、義士のいわゆる山大なるものなり、大和なるものなりと書いてあったわけですから、やっぱり随所、和国で、廃政制がやってきましたね。
それから魏志倭人伝では、長征という人物もやってきてますね。実際に我が国に来た中国人の名前が、両方とも書いてございます。さあ先ほどの部分です。ここです。ここを取ったわけですね。でここに先ほどの古に言う落郎軍卿および大砲軍並びに1万2000里という文句があるわけです。だからやっぱり魏志倭人伝においても車掌五官所においてもそして随所倭国伝においてもこの魏志のいわゆる山大大和の国はですねどう考えてもここに書いてありますように倭国は百済新羅の東南って書いてあります。百済新羅の東南やっぱり北九州北部九州です。福岡県でいいんだと思います。私がこれが講演のあちこちで出しております当時の倭国東朝天地系倭国本朝天武系という筑紫の国と豊の国随所倭国ではこれが新農国になります。はい、こういうことも分かってまいりますね。また時代戻しましょう。三国志魏志倭人伝の頃です。この辺りです。さあまた関燕ですが今度は大砲軍からは上国にということですね。そこで先ほどの義略がまた乗っかっております。はい、五国前ですね。でここにもうすでに五国の候補ここに挙げてございます。そして先ほどの文神天面なお大白の廟と小数これも入れてございますね。さあそうした時に魏志倭人伝に戻りましてまず対馬国今の対馬国ですね。ここの神様をひょんなことから調べることになりましてでこの対馬で一番やっぱり中心になりそうなのがこの高見むすひ神社ですね。祭神が高見むすひの御事と。もう今私は高波の神々を紹介してきましたんでこれは多分日本書紀が書き換えてますよということで古事記も書き換えてますよということでこっちの高使っておりますね。高見むすひの御事です。建造天皇記にも出てきます。あります。対馬の国にこの筑豊高波の国田川郡と同じ神様が祀ってあります。これが重要点ですね。そして壱岐国です。で律令制の時代に壱岐郡田川郷といった場所がありますね。壱岐の島の東半分です。で明治の頃にも旧田川村でございますね。でここにいろんなあざ名が出ておりましてなんとか触れなんとか触れというのがずっと書いてあります。このうちのですね深江栄触れと深江鶴亀触れを含む地域ここにですねなんと出たのが春の辻遺跡です。間違いなく卑弥呼さんと同時代の遺跡ですから魏の使いはここに寄ったと思われますね。だから対馬にも寄りました。壱岐の国にも寄りました。その春の辻遺跡が出た田川郷の中にもう一つ諸吉中触れというのがありましてねここにまた高見親神社がありまして祭神がまた高見むすひの御子と私の唱えます田川郡昔は高波の氷だったというのを、近頃挙げ続けてるわけですが対馬と壱岐に田川郡にやはり高見むすびの神が祀られて特に添田町の高木神社には高見むすびの神だらけなんですね。じゃあ途中のこの壱岐の国の後の田川郷から前に戻って3世紀に魏の使いはどこに行ったのかと。それとやっぱり律令時代の田川郡私の言います高波の国に魏の使いは来たのじゃないかというところから私の、大和国イコール高波の国説というのが出てくるわけです。